羽田ハブカ問題で揺れる成田空港の滑走路のうち1本の延長工事が完成し、今日から運用が開始されました。これまで成田空港では大型機の発着を行う4000メートルの長い滑走路と近距離の国際線や国内線の小型機が中心の2200メートルの滑走路で運用を進めていました。しかし今年3月に4000メートルの滑走路で貨物機が炎上する事故が起きた際には大型機が空港に発着できない状況に陥りました。こうしたことから成田空港会社は短い方の滑走路でも大型機に対応できるようこれまでの2200メートルから2500メートルまで伸ばす工事を前倒しで完成させ、今日から運用を始めました。これにより成田空港の発着可能回数は今までの年間19万回から来年春までにはおよそ22万回に増える見通しです。